も単語を弾くようになり、そしていろんな人から聴いてもらえるような音楽になったというわけなんですけれども、私もやはりビアソラに習って、新しい作曲をねたくさんして、日本人と生まれた私としてはできること一番私のできることとしては作曲をしていくことじゃないかなと思って頑張ってやってるんですけれども、2曲再び続けて四季の続きをお聴きいただきたいと思います。秋冬と演奏しましたので、冬の次は、春がやってきます、もう春がやってきましたね。日本も春と夏を続けてお聴きください。春